フィレタイロスはアナトリアのアッタロス町の創始者である。フィレタイロスはアナトリアの国会沿岸の小都市ティエオンに生まれた。父の名はアッタロスでおそらくマケドニア人である。母はパフラゴニア人。紀元前323年のアレクサンドロス3世の死後、大王配下の地域統治者たちによるディアドコイ戦争と呼ばれる勢力争いに巻き込まれた。 フィレタイロスは最初アンティゴノスに仕えていた。後にデュシマコスに倶り替えし、紀元前281年のコルペディオンの戦いでデュシマコスが殺されるとペルガモンの統治者となったが、ここにはデュシマコスの宝庫があり9000タラントの銀が保管されていた。この資産がペルガモンの豊かさの原因となった。40年に近い統治の間にフィレタイロスは ペルガモンのアクロポリスにデメテール神殿とアテナ神殿を建設し、また最初の宮殿を建設し、都市の防衛施設を拡張した。フィレタイロスは虚勢者であった。虚勢の原因については研究者の見解は分かれている。アッタロス一世はフィレタイロスの幼少時の事故が原因であると説明している。研究者によっては、 アッタロスが王朝の起源についてよく見せようとするための説明を行っているに過ぎないと考えており、実際にはマケドニア王室に宦官として使えるために虚勢されたと推測している。現にフィレタイロスの死後に発行されたコインに刻まれた肖像は肥満になりやすい虚勢者の特徴を示している。フィレタイロスは虚勢者であるため結婚せず、子供はいなかった。 老いのエウメネス一世を養子にし、エウメネス一世は、紀元前263年のフィレタイロスの死にあたって、ペルガモンの統治者の地位を継承した。エウメネス二世は例外であるが、アッタロス朝のすべての統治者たちは、フィレタイロスの肖像をコインに刻んで王朝の創始者を記念している。ありがとうございます。